国会では憲法改正の手続きを定める国民投票法の改正をめぐり与野党の攻防が続いています。中継です。はい、国民投票法の改正案はまだ審議入りの日程すら決まっていません。先ほど与党側は改めて今週の審議入りを求めました。改正案は国民投票の際にショッピングセンターや駅でも投票できるようにするなど公職選挙法の内容に合わせるものです。立憲民主党や国民民主党なども改正の内容には合意をしています。しかし森友家計問題などをめぐる予算委員会を優先するべきだと主張していて改正案の審議入りには慎重です。今後の方針は午後に野党の幹部で協議することにしています。また自民党では参議院の選挙制度改革や IR 実施法も抱えているため喧嘩の種を増やしたくないという声が出ています。国民投票法改正案は秋の臨時国会で改めて仕切り直せばいいといった慎重な意見も出ています。安倍政権悲願の憲法改正ですが実質的な審議は一切できずに入り口でつまずいています。